はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ゼロ、濡れガラスの巫女、八の雫、大間が時ですね、北条蓮、骨董屋内を監視するということで、もう大間が時これ系マジで超やりたくない超やだ。氷上屋からも間から戻ったミウとユーリは眠り続けていた。遥がデイに連れ去られたことを知ったレンとルイは侵入するレイから2人を守るために骨董屋内の監視を続けるということで、まあ持っていくのはそのままでいいでしょう。八の雫、大間が時、いやもうこれ超やだ。もう家とかってさ、一応安全地帯じゃん。それがやっぱ侵食されていくのはすげえやだよね。氷上山から戻ったユーリだったが、疲れから倒れてしまう。眠り続けるミュウ、そしてユーリ。骨董屋を訪れていたレンとルイは彼女たちをインゼの存在から守るため、店内の監視を強化する必要を感じていた。監視カメラ、動きましたね。これがあれば、何かが迎えに来ても分かるな。監視カメラに映るところがすごいよね。やばい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 。めっちゃやばい。何があった？ルイ、大丈夫か？大丈夫です。大丈夫です。絶対大丈夫じゃないよ。ルイ、起きる様子はない。気を失っている。いや、眠っている。先ほどの山鳴りのような音も気になる。何かが起きている。ユーリやひなさきさんにも異変が起きていた。無事を確かめておかなければ。監視カメラを確認する。ちょっと待ってね。カメラでしょ。割と久々なんで操作方法確認しなくては。見よう。ユーリが助けた女性、百瀬はるかさんは自殺したはずの霊の、女性の霊に連れ戻された。何かが迎えに来たのかもしれない。監視カメラで2人の様子を確認する。ユーリとひなさきさんの無事を確認する。監視カメラ自動で切り替わりますすっげえいっぱい仕掛けてあんな。まだ大丈夫だよね。これ自分のいるところか。これ関係ない部屋とかってさ、いても、いやでもその部屋から行くかもしんないか。レイがユーリちゃんだからちょっとザーザー言ったけど大丈夫。あ、いるいるいる。席を立つ。2人とも無事。このまま監視を続けよう。山なりに反応するように3人の様子がおかしくなった。今何が起きているのか。氷上山について調べれば分かるかもしれない。この家の中に関連する文献はないだろうか。まずはちょっと見てみよう。水ごもりという文字が書かれた本を見つけた。氷上山周辺に伝わる風習について書かれている。みこもりさん。氷上山の周辺では年に一度氷上山から水をもらう風習がある。人々はこの水をみこもりさんと呼び、樽などに入れて家に祭り、特別なことにのみ使われる。子供が生まれた時はこの水でウブを使い、死者が出た時もこの水で体を、なんだこりゃ、輸送する。それは水から魂をもらい、水へ魂を帰すという習わし。もう一つこの水が使われる山鳴きと呼ばれるものがある。みこもり村に住む老婆から聞いた話、以下のようなものである。ひかみさんが山鳴きなさったらみこもりさん、さ、つな、つがっていこもるんだ。よくわかんない。氷上山が山なり、つまり 山なき山なりを起こしたとき、この水に浸かる、もしくはこの水で体を濡らして、みこもりする。
山鳴りは不吉の象徴とされている。清めの水で体を濡らすなどしてそれらを身を守る。生駒さ開けると娘さお呼ばれする時があってな、お山さ召された言うて探さなんだ。これは生駒明けに娘が山に召される、つまり神隠しなどに会うということだと思われる。全然わかんねえ。もう一個あるね。どこだ、どれ、これか。この地方に伝わる逸話、写真にまつわる逸話。古くから弔い写真が伝わっていた土地ということもあり、三籠地方には写真にまつわる逸話も多い。多くは写真に魂を吸われる迷信と似て、写真自体を怖がるものだが、中に当時の風習や人々の考え方が垣間見える。以下2編は写真の構造や特性を理解しており、物語としての怖さも備えている。消える。ある男が古い本に挟まっていた一枚の写真を友人に見せた。その写真にはぼんやりと人の影のようなものが写っている。友人はその影を見るなり、あっと叫び、写真を置いたまま家を出て行った。その男が残された写真を見るうちに、だんだんと影の姿がはっきりしてきた。写真に写っていたのはその友人だった。それ以来その友人の行方は分からなくなった。写真花嫁。村でも特に評判の悪い怠け者の男が突然結婚したと周囲に告げた。わけも分からず祝い事をした男の村の男衆だったが、その相手は誰にも見せぬという。確かめに行った者に聞くと、男は確かに家に帰り、家の中で女と話す声が聞こえたという。ただ中を覗いて元子の背しか見えず、女は家の奥にいるのか見えなかった。数日後その男は外に出てこなくなり、心配した男衆の人が確かめに行った。家の中には誰もおらず、一枚の古い写真が残されていた。その写真には顔を隠した花嫁の横にいなくなった男が写っていた。写真を見た男は、その写真の花嫁が笑ったように見えたんだという。監視を続ける。これ監視カメラを見ればいいのかな。いやマジでやだよこれ。カメラ39、どういう順で切り替えるんだ。有利、これ見てればいいのかな。ミュー、あ、やばいやばいやばい、来てる来てる、待って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 、ちょっともう一瞬見よう。まだ入り口に、これはるかちゃんじゃね。はるかちゃんは有利のところか。もうカメラで見るっていうのが怖いんだよな本当に。あ、いる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 、ノイズが入っている。確かめに行かなければ。てか早くね、あいつ行くの。異常が発生したら席を立ってその場に向かってください。どっちだ、もっと早く開けろ。てか開けとけ、もう例だからさ、閉めてたってもう関係なくね。ちょっと待って、わかんねえだけど、こっちではないな。有利有利有利、これひそか。逆じゃねえ、逆サイだったな。逆の階段から行った方が良かったか。あれどこ、こっち行けるか。でここ、ちょ待って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 、どうなってる。あ、いるいるいる。勝負か、いいだろう。家の中で近い、まず1枚すげえくっきりしてんな。めっちゃブレてっけどね。どっから来る、左、よし、フェイタル。2枚、3枚、4枚は無理か。狭いからな、ちょっとフェイタル狙っていくか。いや、あ、首をかける。そう、だから自分の首かっきんだよな。うわー、来た。どこだ、よし、オッケー。え、遅かった。ちょ、これよくテンパってた。これ、開いちゃうんだよね。まだ大丈夫。
え？狭いからな。あ、消えた。見とれる？見とれないか。なんかアイテムがあんな。見よう。ユーリのノート、日記が書かれている。心が弱くなってくると息をすることができない。気力を振り絞ってなんとか息を吸い、ゆっくり息を吐く。この一呼吸をなんとか終えると次の一呼吸、そしてまた次の一呼吸。疲れ果てて生きる気力も底をつき、死を意識するほど見えるようになる。嘆き合いながら道幅いっぱいにやってくる人たち、顔の壊れた人、体が崩れている人、目がないのに私を見続ける人、泣き続ける人、目を閉じ耳を塞いでじっと耐えてやり過ごすしかない。あの人たちはずっと私を見ている。私がいるべき場所はここではないと言っている。治ったはず、治ったはず。呼吸か。なにこいつ。こいつ、え、敵？なんかすげえ敵っぽくね。敵っぽかったけど。迷くと。確認。うなされてる、無事。まあ、なんか、もう何なんだよ。今すげえ普通に怒ってきて廊下に立つ男。超やだこの家。廊下で戦闘とかになったっけ。監視を続ける。ちょっとやっぱりさ、どっちから行くと早いのかっていうのは確認しておかないとね。1階はまあ関係ないもんね。ここがテンプルです。ここから入ってくんだよね、霊が。そうとは限らないかもしれない。で、事務所がここで、ちょっと2階に行こう。で、ユーリがここ、ひそか、あ、第2倉庫にあいつが寝てんだっけ。で、こっからだから、あれ、第1倉庫、第1倉庫ちょっと入ってみる。第1倉庫じゃない、第2倉庫に寝てんだよね。自分の家なのに未だに間取りがよく分かんない。で、ルイは大丈夫なの、ここにいて。待ってね、ここどこだ。ミュウちゃん、どっから来る。自分の後ろに。いたよね。誰だあれ。もうユーリは関係ない。ミュウ、ハルカ、ちょっと待って、どうなってる。でも次はミュウの音か。で、ミュウはこっちから行った方がいいんだ。人の家入ってくんじゃねえよっていうか、俺も勝手に入ってるけどね。そういえばここもともとひそかの家だし。で、ちょっと待って、まだ2階に来てないか。で、あー、いた、今見えたな。あ、映してない。くそ、どいつもこいつも、どっちだ。あ、手、特に異常はないようだ。いや、今手があったよ。一応確認するか。うなされている、無事。で、なんかどこだ、このタンスの中か。渡来刑事、なんでこんなとこに入ってんの。氷上山の夕日、山なり、何か手がかりがつかめるかも。氷上山はその名の通り、太陽を上にいただく山という意味であると考えられる。古くは日神山と書かれていたという説もあるが定かではない。山の周辺には特に夕日にまつわる伝承が多く残されている。山に入るには夕日が沈む時でなければならない。これは死を迎えるために山に入る場合、インゼとの距離が近くなると言われる大間が時に入るという儀式を伝えていると思われる。
夕日が山にあるとき山を見てはいけない。特に山なりを伴う曲がつ日は、なんだっけこれ、みこもりだっけ、みこもりをし外に出てはいけない。曲がつ日は厄災の神とされている。死を望まない者にとって氷上山の夕日は禍々しいものであり、曲がつ日つまり厄災と考えられていた。山なりについては他の地方にも厄災の前触れとして伝わっている。氷上山の山なりは同時に水が鳴ると考えられていたようで、その水の音は巫女の素質がある者たちにだけに聞こえるという。ある伝承にはみこもりという水に入りみこもりをする。これなんだこれや、いこもり、あ、ちょもう一回確認しよう。あ、大丈夫、確認できねえわ。もう家も怖い。これここから下も見るのも怖いよね。調べる、いやだ、調べたくない。あ、ええ、いつの間にかテレビがついてる。テレビがついてて、どのテレビ、このテレビか。砂嵐が続いている。テレビを消しておこう。あ、あ、しかも出てきやがった。待って、くそ、どっから来る、これなんだ、何の霊だ。一応まあ撃てられると思う。突っ込んできた時が、まあ、フェイタルのチャンスではあるけど、ここだ。ある程度もう予測しないと。上、上、めっちゃ上だな。もう一枚来た。お前走れもすんのか、万能タイプだな。飛べるし走れる。そして地を這いつくばる。何でもできんなお前。あ、早かった、ちょっと早かったか。近い、ちょっと待って、水に消える。なんだ、音を鳴らしてる。消えろ。強化フィルムがないからな。倒した？なんか言ってっけど分かんねえ。監視はまだできない。監視カメラ、何事もなかったように監視するからね。メモが、うわ来てる、どっちやねん。これもちょっと見てないと分かんないわ。みゆちゃんって俺だったりして、ええすげえ来てんだけど。俺の後ろにはいない。どこだ、これ自動で切り替えるの待ってるしかないからね。大丈夫、え、ここへ行けってこと。先手必勝か、テンポ、やられる前にやる、そういうことか。てかもうカメラ鍛えてんな、めちゃくちゃカメラ鍛えたいな。おお、ダブルで入ってる。倒せるやつか、倒そう。来る、引っかかってんの、テーブルに引っかかってる。来た、これはいける、ダブルショット。どっちだ、
遠い？あ、倒した。2体だとそんなにやっぱり体力は高くないな。一応触れられんな。500円になれ。もう顔がウケる。監視を続けよう。もう一体いなかった？なんかどっかから入り込んでた気がするんだけど、今の戦闘のあの二人はもしかしておとりだった可能性がある。え、ルイいなくね？あ、いたか。ここ大丈夫。大丈夫。え、いる。え、誰だあれ。完全にミコだな。いる。ちょっとちょちょちょいっぱいいるんじゃないかよ。え、ルイ、いつの間に。で、ユリちゃんはこっちから行った方がいい。3人くらい囲まれてたよね。やはりあの、こっちは、ちょっと待って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 。狭いからさ、あんまり機敏に動けないだよね。あれ？階段。テンポ。ちょっと待ってね。あ、結局こっちの方か。少し距離があるな。階段まで。あ、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 おい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 、ルイ。こんな狭いとこにさ、みんな密集すんじゃねえか、これ。は？ちょっと待って待って待って、ここさ、どこ？え、ちょっと待って待って待って、どこ？渡来亭じゃん。とりあえずルイを追って、やだな、働いて。こいつなんだ。ああれじゃん、友達じゃん。引きずられてる。え、どこ。あ、いるいるいる。誰の声？ルイの手帳。先生はあの写真の女性に見入られている。女性が苦手なはず。先生は変わっていく。仕方のないこと、変わっていく。私はこのままでいたいと思っていた。このままの関係、どちらでもないまま、でもいつか決めなくてはならない。先生はどっちがいいのか。上か。まあ、結構明るいは明るいよね。うん。あれ？あ、取れたか。結構長いな、滞在時間か。いた。いや、取れない。ってかさ、一音がもうちょっと少ないな。触れる。あ、箱がある。いつの間に寝てたんだ。あ、あ、あ、やばい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 。メガネ外してるからぼんやりしてる。こいつ誰？これは録画してたやつ？来てる。そして
眠らされていたのか、むしろ。なんか腕組みしてる感じじゃない？ユーリ、ハルカちゃん、やられた。くそ。ミウちゃん、起き上がった。君は大丈夫か？私、やっぱり山に戻ります。私を連れて行ってくれますか？無茶を言うな、危険すぎる。そうですか、いろいろとお世話になりました。せめてもう少し厚着していけよ。これお借りしてもいいですよね。小塚田さんも探せるかもしれないし。おい、待てよ。殺したの？じゃあ、行きますね。って行かせるのかよ。監視カメラを使ってユーリとミーを見守っていたレンだったが、いつの間にか眠ってしまう。レンはルイを追う夢を見ていた。その夢から目覚めた時、ユーリとルイは姿を消していた。そして目覚めたミーはユーリの射影機を手に氷上山へと向かった。戸惑うレンを一人残して。 A、 まずね、1回目の大間が時は全然いいんだよね。全然いいっていうか怖かったけど次が嫌だ。はい、ということで8の雫終わりましたので、次は9の雫、箱にこもる読めないけどやっていきたいと思いますので、今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。